本日から始まりました一丁やりまっせのセカンドシーズンみたいな感じなんですけど、前回はリチャノスケさんと後藤かなさんがやってたと思うんですけど、本日からは新台の方を実践していきたいと思います。本日歌わせていただく機種は北斗の拳9刀身です。本日収録させていただくのが気候なタウン茨城サイト店さんの深夜の閉店後の収録となっております。なので店内に私一人だけなので、マスクの方は取った状態でちょっと実践させていただきます。でここの店舗さんで北斗9導入されて3日目ということで、私もちょっと初めて今日歌わせていただくんですけど、演出を楽しみながらと、まあ、私が調べた範囲内での説明もしていけたらいいなと思います。この寝台実践中に何個かミッションがあるんですけど、各演出を出していって加点式となります。でその一つ一つが1ポイントとなるんですけど、その加点式をクリアしたら10ポイントなんですけど、10ポイントクリアしたら私はいつでも帰れるみたいです。で制限時間が2時間とありまして、それで2時間で10ポイント達さなかったら罰ゲームもあるみたいなので、ちょっと2時間で達成したいと思います。各ミッションはこちら。結構厳しいのもあるんで、2時間以内に出すのはちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですけど、でも1回の大当たり当たって、万発ぐらい出てくれたら一気にクリアできると思うので頑張っていきます。まず最初に北斗シリーズで珍しいカスタムが導入されてるんですけど、結構たくさんカスタムがありまして、エイリアン告知モードや一発告知モード、プレミアムモードやキリンフラッシュ激増モードなどたくさんあるんですけど、とりあえず最初の初当たりまでは普通の通常の何もカスタムなしで打っていきたいと思います。スペックの方なんですが、大当たり確率が 319.7 分の1 のラッシュ突入率がトータル 66% になります。 U タイムは非搭載となっております。でラッシュ継続率が 81% となっておりまして、右打ち中の大当たり確率が 29.5 分の1となっておりまして、今流行りの転落タイプとなっております。転落確率が 105.1 分の1を引かずに先に 29.5 分の1を引ければ継続していくという形になります。ラッシュ突入率が残保留含めまして 66% っていうのが私的にはありがたいです。最近ちょっと50% っていう壁が大きいので、 60% 以上ラッシュ突入率がある台を好んで打ってしまいます。右打ち中の出玉なんですが、オール1500発プラスアルファという形で飛行チャッカーというものが搭載されてます。またそれは右打ち中にお話しさせていただきたいと思います。だいたいこの北斗9の要となる演出が真剣バトルやと思うんですけど、だいたい真剣バトルにさえ行ってしまえばワンチャンあるかなという台みたいです。いきなり真剣この赤はデフォルトみたいです。ここで対戦相手選べるみたいなんですけど、私はちょっと期待度見たいのでカスタムせずに見たいと思います。オーラは黄色ですね。だいたいラオウが一番強いみたいで、ジャギだとチャンスです。サウザーはラオウの次なのでちょっと強いな。チャンスアップさえあれば勝てるかな。この鎖が割れれば割れるほどチャンスアップみたいです。割れろ。割れないですね。緑なのでこれは弱攻撃になります。多分当たらないですね。おどな外れのパターンなんですかね、これが。今日一応ユリアじゃないんですけど、ちょっとユリアに寄せるように赤の衣装できました。わかりますか。
まあユリアには似ても似つかないんですけど、まあちょっと気持ちを上げるために真っ赤な衣装で着てます。結構真剣バトルに行くまでのリーチが長いなって感じました。今3度目の真剣バトルです。緑ですね、オーラ。さっきよりかは期待できる。あ、龍がですね、龍がだったら、まあ、サウザーよりかは期待できるんじゃないかな。あ、一つ破壊されました。テロップも赤に変わってます。強攻撃欲しいな。あ、こちらが強攻撃になります。北斗百裂拳、これは当たるんじゃないかな。当たりました、よかった。なんとか初当たりゲットしました。あとはラッシュに入れたい。50% みたいです。あ、3-3なのでチャンスアップですね。だいたい3-7ってくるんですけど、ここまで来てあともう一回超えてほしい。超えろ。引き戻しに期待します。だいたいここでの姿勢チャレンジが内部的に当たってる場合で 9.4% あるみたいです。あとは時短1回と残保留4回の5回を 29.5/1 で5回を引ければバトルモード突入って感じです。ここの色にも期待度があるんですけど、黄色は一番低いです。でも黄色でも突破する確率はあるみたいなので、単発40.6%の方を引いてしまいました。終わりました。次の初当たりまで頑張ります。悪党の鳴き声は聞こえんな。真剣バトルです。オーラは黄色、ジャギ、リュウガ。あ、どっちか、どっちだった、熱いよ。ジャギで、ジャギチャンスです。よかった、チャンスアップ少なかったですけど当たりました。2回目の初当たりです。もう七星チャレンジに行かずラッシュ入れちゃいたいです。またさあ、さっきは黄色やったけどもうちょっと色変えていきます。紫まで行ってやっと5割あるみたいです。紫5割突破しました。赤まで行ったら濃厚です。さっきよりかは期待できる。突破できそうな気がする。イエーイ、よかった、嬉しい。やっとラッシュできます。今回覇王モードと救世主モードがあるみたいなんですけど、救世主モードの方がちょっと新しい仕様になってるみたいなんで、救世主モードからやっていきたいと思います。だいたい3人出てくるみたいなんですけど、ケンシロウが出ればチャンスです。トキで真ん中、トキでもまあだいたい期待できるみたいなんですけど、
レイが来てラオウが来たらチャンスと思ったらいいと思います。あ、ケンシロウなった。このままリーチに発展したい。です。どちらでもまあ期待できるんですけど、アミバは青当たり濃厚ですね。ジャギ、まあこれはもらったでしょ。右打ち中の闘神化は大当たり濃厚です。右打ち中に闘神化見れるとはかっこいい。ムキムキ。すごいな、ケン。あ、これが好きなんですけどね、クレイジーギア。エイリアン結構いいのに。で、オール1500玉プラスアルファなんで、今から取っていきます。で、飛行チャッカーなんですけど、こちらに飛行チャッカーがあります。今7って書いてるんですけど、入ったら7個払い出しなんで、入れば入るだけ出玉が増えると思っていただければ大丈夫かと思います。だいたい村はあると思うんですけど、平均的に100玉から120玉ぐらいは取れるんじゃないかなと。毎回1600玉あったら大きいですよね。取れました。大きい。これはありがたい。今回もジャギなんでもらったかな。ジャギに負けてない。お願いします。よかった。ジャギに負けてられへんで。綺麗レインボー。さっきは救世主モードにしたんで、次は覇王モードでいきたいと思います。覇王モードでいきます。今回も1664玉取れました。この覇王モードはまあ結構王道、ラオウがメインの王道なリーチみたいで、龍拳さえ来なければチャンスかなという感じです。いらんいらん。長っ。早速現れました、龍拳。いける。ここで後ろに北斗七星とかがあったら復活チャンスなんですけどね。終わった。やっぱ最終龍拳は強いってことですね。はい、閉店後のちょっと特権になるんですけど、大当たり中のやめられてる台がありまして、そちらをどれだけ伸ばせるかっていうのを今からしたいと思います。では始めていきます。結構出てる。16000発。ほんまにさっきの続きみたいになってる。期待度めちゃくちゃ高かったはずです。勝った。とりあえず1連目です。お気持ちいい。2連目です。ねえ、3連目。負けるか。いや、まだ七星チャレンジで引き戻せます。
来ちゃったはい、では本日深夜の収録で信頼の北斗のない打たせていただいたんですけど、ちょっと見せたかった演出は、まあ、少ししか見せれなかったんですけども、もうこれが配信されている頃にはもう全国で北斗のない導入されてると思いますので、まあ皆さんも結構楽しいので打っていただけたらいいなと思うのと、私の番組の方でも北斗のない打ちたいなと思っていますので、またどんどんこれから打っていきたいと思います。では今回ちょっと4ポイントというポイントしかゲットできなかったんですけど、次回もまた深夜番組で収録打たせていただくので、その時にまたポイント稼いで10ポイント達成して見せ場作れたらいいなと思ってます。本日もご視聴いただきありがとうございました。はい、お疲れ様です、はい、お疲れ様でした。先ほどちょっとミッション達成できずでした。はい、すみません心苦しいんですけど、はい、コートいただいていいですか？預けます？はい、なんか変な罰ゲームさせるのもちょっとあれかなと思って、はい、このまま失礼させていただきます。どういうことですか？帰るんですか？はい、えちょっと寒いと思いますけど寒いです。はい、頑張ってください。失礼します。うわこれ叩かれんといいな。私はお疲れ様です